ビジー・フィリップスはアメリカ合衆国の女優。イリノイ州オークパーク出身。本名はエリザベス・ジーン・フィリップスだが、よく動く子供だったため両親は彼女にビジーというニックネームをつけた。1999年にテレビシリーズフリークス学園でデビュー。2000年にザ・スモーカーズで映画デビュー。2001年からテレビシリーズドーソンズ・クリークに出演し、 ブレイクする。私生活では、脚本家のマーク・シルバースタインと結婚。2008年8月13日にジョディを出産。2013年に、次女クリケット・パールを出産している。ドーソンズ・クリークで共演したミシェル・ウィリアムズと仲が良く、ミシェルとヒース・レジャーの娘の名付け親でもある。ビジー・フィリップス・バイオグラフィー。tvguide.com 2012年12月10日閲覧。ビジー・フィリップス・バイオグラフィー。ヤフームービーズ。2013年6月21日。閲覧。ジョシュ・グロスバーグ。ビジー・フィリップス。リートル・バンドロオブ・ジョイ。E ・オンライン。2009年10月19日閲覧。フィン・ナタリー。ビジー・フィリップス・ウェルコムズ。A.W.E.Girl with Husband マーク・シルバースタイン。 e, ワーク。2013年7月3日閲覧。ビジー・フィリップス・ネームズ・ドーター・クリケット・パール。ピープル。2013年7月11日閲覧。ラビッツ・ジャスティン、ビジー・フィリップス・イズ・プレグナント・ウィズ・セカンド・チャイルド。アス・ウィークリー、2013年7月11日閲覧。ありがとうございます。